フラックはオープンフォーマットの可逆圧縮音声、ファイルフォーマットである。可逆圧縮であるため、元の音声データからの音質の劣化がない。2015年現在、AG プロジェクトの可逆圧縮コーデックとして採用されている。通常のフラックファイルだけでなく、AG ファイルやメイトリスクファイルなどのメディアコンテナに格納することもできる。一部の変換ソフトには、 無圧縮形式に変換可能なフラックアンコンプレストというオプションが用意されている。量子化ビット数は4ビットから32ビット、サンプリング周波数は 1Hz から 655.3kHz、チャンネル数は 1CH8CH をサポートしている。リファレンス実装はオープンソースとして開発されており、ライセンスに関しては以前は GPL が適用されていたが、 アグプロジェクトに加わった際にコアライブラリーは修正版 BSD ライセンスへ変更された。ハイレゾ音源の配信によく使われるが、フラッグは前述の通りハイレゾ以外の音声データも格納できるため、CD からのリッピングなど元の音源の種類によっては、この限りではない。フラッグには無圧縮形式への変換がオプションとして用意されている。 可逆圧縮形式のフラックと区別するために、無圧縮形式のフラックをフラックアンコンプレストとしている。変換には DB パワーアンプや図コード2、図コード3などの変換ソフトが必要。ありがとうございます。